三島京山安政五年九月二十四日は、江戸時代後期の下作者。本名は、岩瀬百樹。字は、鉄売。号は、蘭山、両船。山、東京殿は二位。流行猫の戯れ、神山草履端の段山東京山分、歌川国吉が江戸深川の七夜の次男として生まれる。幼児に、漢学や書画を学び、完成三年に、おば。 理解しの養子となって、篠山藩に仕えるが8年後に致死する。その後、二度の結婚に失敗後に、京橋に住まいを構え、天国と、合と特本執筆を行うとした。流行猫の戯れ、道行猫柳なぎ影山東京山文、歌川国吉が、北越切符に変化一刊、文化4年に出された、復讐芋瀬山物語や天保6年の、 昔模様娘評判記が代表作であるが、ライフアークになった、大晦日明けの倉庫開始や、おぼろ月猫草し開え二2年、歌川国義へ、え、教え草女房木など、婦女子を対象とした平易で恩賀な作風に、様々な教訓を盛り込んだ話を得意とした。また、後下4年に書かれた、随筆、歴代著倉庫は、金世風俗交渉の上で貴重な資料となっている。 90歳で亡くなるまで積極的に執筆活動を行った。山、東京山の墓、鈴木牧師、北越節符の観光にあたり、共産人百受名義で同書の算定にあたったことでも知られる。ありがとうございます。